はい、にわっち、どうも、にわとりにわ。さて、今回はね、新しい創作料理じゃなくて、ちょっとフレンチ豆腐を突き詰めたいと思いまして。で、フレンチ豆腐の問題点としては、豆腐の中まで卵液がね、染みなかったことによって、ちょっと甘さが物足りなくなるという点でしたけども、そのアンサーとしてね、コメントで高野豆腐を使ったらどうかというコメントをいただきまして、でまあ、高野豆腐買ってきました。こちら、じゃじゃん。すごいなんかちっちゃい感じで、ね、カチカチにはね、やっぱり乾燥して売ってました。どうやらね、高野豆腐は豆腐をなんか凍らせて溶かして、凍らせて溶かしてって、なんかそんな感じで作っていくみたいにはね、だからなんか、染み豆腐っていう、まあ、凍らせた豆腐となんか似たようなもんらしいには。で、これなら、このカチカチの状態から戻すときに、卵液につけて戻せば、間違いなく中まで卵液が染みるのではないかと。そうなれば、結構ね、高野豆腐の食感って、もうだいぶ覚えてないようで覚えてるけど、なんか豆腐というより、なんか麩みたいな感じやん？だから本当になんか、フレンチ豆腐にしたら違和感ないんじゃないかなって思うにはよね。ただね、この高野豆腐、これ一袋 77.5g 入ってるらしいんやけども、その 77.5g あたりのエネルギーが415カロリーと、高いのか低いのかちょっとよくわからんにはね、カロリーでしか、ね、あのトーストにマウントを取れてない気がするんやけど、豆腐。まあまあええでしょ。早速作ってみましょう。コッコーということで、はい、こちら、なんかちょうどいい大きさの、なんか、これ何やろね、何の入れ物やったんやろ。まあ、入れ物に、こちらのね、カチカチの高野豆腐入れます。ちなみになんかね、高野豆腐は、一回水とかお湯で戻してから使うタイプもあるみたいだけど、これはなんか、湯戻し不要ということでね。こっちの方、まあ、やっぱね、水で戻したら、それ分なんか、ね、卵液吸いにくそうやしね。まあ、とりあえず2個ぐらいにしときますか。どうやろ、これ戻したらやっぱでかくなるんかな。で、ここに作っておいた卵液を流し込みます。ドバ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 。まあ、浸かるぐらい。あ、浮かんでますね。はい。入れまして、ほんで、まあ、この状態でちょっとね、中まで染みて戻るまで待ちましょう。コッコー。はい。あれからだいたい2日ぐらい経ちました。なんで2日もほったらかしてたかというとね、なんか、割と、2日も漬けてるのに、まだ若干硬い気もするにはよね。で、まあ、つけてないのと比べると、ね、思ったより、なんか、ね、そこまで大きくなってない感がありまして、ね、まあ、高野豆腐食べたことはあっても、調理したことないから、ね、戻した時にどれぐらいの柔らかさになるのかがよくわからないんだよね。まあ、多分これ以上待っても、これ以上ならないと思うから、まあ、やろうかなって思ったんやけども。ただ、普通にね、食パンを使って、まあ、フレンチトーストを作るレシピでもあったんやけども、なんかね、軽く数十秒、レンジでチンすると、なんか、すぐ染みますみたいな書いてあったから、それもちょっと試しておこうかなって思うにはよね。で、ビャーって卵液入れて、数十秒チンしたら、ひっくり返して、また数十秒、みたいな感じにはね。コッコーはい、両面ね、チンしてきましたけども、まあ、よく考えたらさ、食パンに限らず、パンとかってさ、レンジで数十秒チンするだけでめっちゃふにゃふにゃになるやん。だから多分その性質を利用した調理法なんやろね。でもこれ豆腐だから、しかも高野豆腐だから、多分数十秒じゃあんまり変わりない気がするにはね。まあ、ええでしょう。それでは焼いていきます。コッコーはい、それではね。フライパンにバターをひいて、ごく弱火で、まあ蒸し焼きみたいな感じになるのかね。やっていきたいと思います。それでは、高野豆腐、ライドオン。はい。もう一個、ライドオン。はい。ちょっと卵液かけとこ。ぴゃぴゃぴゃ。まあ色的には、多少は卵液に染まったかなって感じ。で、傘的にも、まあ、一回りぐらい乾燥してる時より、まあ、増えたかなって感じにはね。まあ、そこまでわからんけど。では、蓋をして。米返しコーナー。国産は適正価格で売ってるだけやぞ。安い危険物質と比べるな。やっぱ蜂蜜って高級品なんやなって。オレオも最近は中国産だからな。コマー
サムネがパッと見いなり寿司だけどな、ネーミングをいなりっつをと迷ったにはいなり寿司作りやすそうやな。確かにトースターとかで焼いた方がよくない？焼いたらマシになるにわかんねえ。ハイミーの CM のやつかっこけんちん揚げ作って、なんそれ。油揚げスイーツって結構いろいろあるよ。こま浸透圧利用すれば普通にしみるが、塩でも混ぜるには。フランクフルトは裸だけどアメドは衣着てるだ、ルル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 ルなるには。買って食べたことないってことは作って食べたことはあるのかな。実家にいた頃たまに出てきただけにはね。カパリ、匂いはね、非常にいい匂いがしてますね。よいしょよいしょよいしょ。見た目なんかフレンチトーストっていうより、やっぱりなんか豆腐感が強いにはね、揚げ豆腐よりも強いにはね。揚げ豆腐、あれなんだったっけ名前。コッコー、はい、まあこんなもんにはかね。はい、それでは取り出します。あ、ちょっと焦げちゃってる。あ、やばい、焼きすぎた。あめっちゃ焼きすぎたりはね。はい、コッコー。まあ何はともあれできたので早速食べていきたいと思います。蜂蜜かけてね。ピャ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 。ではいただきます。ちょっとね、裏が焦げてるから苦味が、あ、まあそこまででもないのかね。食感としてはね、ちょっと固めのフレンチトーストかな。うん。ではでは、いいよ、箸で切れますね。はんぺんみたいな感じする。はんぺんよりももうちょい硬いか。分厚いはんぺん。はいはい、こんな感じね。まあ、豆腐感はあんまないにはね、まあ、高野豆腐だからあれだけど。それでは早速いただきます。なんやろこの食感。なんやろこれ。悪く言うと、なんかクッションに入ってるこういう色のなんかスポンジあるやん、あれです。食べたことないけど、それは美味しくはないにはね。あんだけなんか自信あったんやけど、なんか食感が最初に作ったあの揚げだ、ん？厚揚げか、厚揚げで作ったやつよりなんか食感が悪い。なんやこれは。なんかもう本当にこういうなんか色のクッションのスポンジあるやん、あれです。イメージ的には全然ジューシーでもないし、なんだこれは。これは失敗です。もう普通に食パンで作りましょう。現場からは以上です。こいつは頑張ってスタッフが食べます。2枚にしといてよかった。バイ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 。コッコー。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。前回の動画を宣伝してくれた可愛い子ちゃんたち、クレジット。